はい、ということで、対戦始めていきたいと思います。よろしくお願いします。まず、ともきさんお疲れ様でした。よし、できたら、とメンテナンスも長いメンテナンスが明けて、こちらもすごく楽しみにしていたので、嬉しい限りですね。さてと、親ですかね。これで3ブロック4ブロックあって頭がない形。ここはおたふくを取りに行くには、リャンサンピンか想像の茶草球草、ここが頭になって6ピン回りといったところでしょうかね。ここ一旦テンパイなんですけど、リーチ打ちません。ローピンカンパソー待ちですが、狙うは茶草球草の縦引きのおたふくです。さあピンクがついたらっていうところですが、もうちょっと黙りましょう。ただこれ出上がり効かないからな。さあ下茶さんチュンポンが入ります。おっと、急速ここでリーチ。オープンはする必要ないかな。ドラありますもんね。はい、これで6ピン回り急速のおたおたになりました。ピンとドラさんもついて、これは十分な勝負手。この茶草じゃあ、ごめんなさい、急速ですね。急速が縦引けたのはすごい大きいですね。さあ、あとは上がるだけなんですけれども、どうぞ。おっと、積もりました。これピンクガッツ超高め。面ピンツモドラドラ花オタオタ倍満だなこれ。はい、幸先のいい上がりを拾えました。あ、サクサク感もなんか上がってるような気がします。さて、連チでのトン一曲に本番。なかなかとアプリ再開して初めてのハンチャンで、実はテストプレイとかも、私自身のテストプレイとかもしてないので、なんか慣れないなっていうところがありますし、実は、新しくマイクを買ったんですよね。iPhone に挿して使っていくマイクなんですけれども、さあそれの具合なんかも見ていきたいですね。さあトンナンシャーペイと持っていて、まあ、私の行くユンユンではこれグランドクロスになるんですが、もちろんこの本ね勝敗アプリにはないので、ペイから切っていきます。そういえば何ですか、M リーグの最終戦でも松本選手がトンナンシャーペイ持ってて、グランドクロスしねえなーとか店で見てたんですよね。なんかみんな金ペイ待ってんじゃないかとか適当なこと言って面白かったですね。はい、さあ、流し漫画っぽく進んでますけれども、流し漫画にはまあまずならないでしょうね。というのも流局ほとんどしないんですよね。ナンはスキップしちゃいます。さあトンは安牌として抱えるかな。またチュンポン、あれ花さんいつの間にか抜いていた。下茶さんチュンドラさんチーピン切ってドラ持ってそうな雰囲気。どうでしょうかね。ここは回りたいところですかね。シャンデン数もまだまだ1リアシャンテですかこれは。さあ神行くわよさん、リーチ神手さんか。超高でリーチ。チュンは安牌でいいのかな。さあイーピンはつもぎりでしたね。さあ下茶さんはどうするか。さんピンつもぎりはそれは通らないわ。ありました。これは関数層と三ピンローソーですか。3000点リーチ、タニヤ王でした。1本も見せるのかな。ちょっとその辺細かいルールよく覚えてないんですけど、あと漫画以下の点数っていうのがちょっと調べることができなくて、いつもは30分固定で私はやってるんですが、どうも不計算があるみたいなので、そこもちょっと調べときたいところですね。さてトン2曲。さあ親牌のリードを保ちながらゆるゆると打っていきたいところですね。チューンはポンしちゃいますね。頭がないけれども、頭ができた上でのチュンポンは、ブロック数減るとホタフク作りやすいから強いんですよね。さあでここは缶チーピンが先に入ればウーソマリのオタオタ
チュンポン一旦スルーするかな、うん、どうだろう、チュンポンはちょっと取るか、抜きだら、しましょう。チュンポンして空想感知ピンに受けて、で6、8ピンを重ねてのおたふく、これが狙いです。ギャンソー切っちゃいます。何は、安牌と言い切れないですけども、まあ自敗ということで安全牌候補として取っておきます。カンチピン引きかチュンポン、チュンポンしちゃいます。ポンするわ。でローピンパーピンの縦引きを狙いたいところです。テンポッター、うん、リーチ、シムチャさん親方でリーチ、アンパイらしいアンパイ、グービン現物だけど筋で両面で取れる、うん、ここパーピン勝負してみようかな。ウーピンウーピンだもんな。取りましたね。ウーソースチーピン待ち。何は先切ったっけ。何が出て。さあ、カミッチャスハックは現物。うん。いいもんね。いっぱい増えないですね。行くわよ。リーチ。神茶さんからもリーチ。ペイ。急走ダブル現物。嘘を切れば一応両面両面。さすがに急走ですかね。スチピンがポロッと出てこないかな。さあ、決まりました。決まりね。ドライチ。千オールンなんだっけこれ。ちょっと打点わかんないですけれども、2000点は。1000オールでいいんですね。これラッキー上がりでしたね。さあ、バーマテトン3曲。チューチャンパイいっぱいですね。チートイツもあるかな。3トイツ持っています。チュンから切るかな。ペイは風灰でしたっけ、こちらのルールだと。ハックも切っちゃおう。神茶さんがなんだ、国士っぽいようなちょっと変則手っぽいですね。カンウーピン引き入れました。さあ、パーピン周りのおたふくコースがあるのかな。これはパッソン、これはウッパーピンチャッソ、とりあえず黙っていいかな。おたふくルートは、ソーズのところが頭になって、もちろんスチャッソウッパピン入ればローピン、うん、パピン切っておたふくか、曲げるか。神田さん怖いけど、まあ、ここはリーチでいいでしょう。曲げます、行くわよ。スチャッソウサブロッキューピン、おた1がつきますね。さて、これマイクなんですけれども、私のやつが Bluetooth 経由ではなく直接つないでるやつなので、これつないでると音声が聞こえないんですよね。今全くの無音状態でやっています。あと、その5月の連休前の時のテンポッター放送を自分で見返したんですが、ギー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 なんかうるさいんですよ。なんか椅子がギーギー言ってるのがそのまま拾われちゃってるみたいで、それがまあマイクを導入してる理由なんですけれども、ちょっとギーギー鳴らしてみますね。これは足を当てて聞いてみて、このギーギーが入ってるかどうかをちょっと確認したいところですね。さあ、展開は下茶さんからのリーチ。下茶さんが今は、ツモやりました。さあ、スピンのツモ。一斉ピンと、カパッカ。うん、ピンフの高め、ドラがいっぱい、ハネマンを積まられました。まあ場が回って、これで何一曲、下茶さんとの差はこれは28差ですか。さて、2メンツできて頭が1個。ここは役がないのでスキップします。さあ、おたふくルート、ここからターツができて、そのターツがメンツになるっていうのが早ければ
おたふくになります。さあ何が入るか、まあ、何が入ってもいいんですけれども、ここはいいの持ってきたじゃないですか。3品切って白ポンでおたふくですね。白ポンを狙いたい。それまでにくっつかないでほしい。ただくっついてしまえばもう負けてしまいます。さあ、ありゃんめんくっつきはおたふくが1個増えるから美味しいんですよね。言いそう。これチートイツとシャンテン6層の周りの受け消してみるか。これ6層切ってみます。チートイツは取るよ。白ポンでのアリアン麺くっつけ、お母さんが欲しいですけれども、チートイツの天敗もよし抜きだな。4枚は相当広いかな。 10% 以上増えるかな。よし、きた白ポン。はい、9ピン周り、数ピンまで伸びてる、おたさんですね。9層と4、5、6、7、8、9ですね。9層、4、5、6、7、8、9、おたさん。いくわよ、いっぱいです。もうこれは全然突破、全然突破。ドラか、これ高めだな。ハク、ドラさん、おたさん。ドラ4に取れるのか、これ。となるとこれ倍満つくね。いやー、これはラッキー。はい、ということで、これ1位確定で終わりになりました。さあ、今日はおたふくいっぱい作れてよかった感じですね。それでは、実況、なるべく1日1回ぐらいやっていきたいなと思っています。ご視聴ありがとうございました。